時間結晶もしくは時空間結晶は空間と同様に時間においても繰り返される構造である。普通の三次元結晶は空間的に繰り返しのパターンを持っているが時間が経過しても不変である。時間結晶は時間に対しても自身を繰り返し結晶を刻々と変化させる。時間結晶は非平衡物質の一つであるため熱平衡に達することはない。 この物質の形態は2012年に提案され2017年に初めて観測された。この状態は環境から隔離することはできず、非平行状態の開放形である。時間結晶のアイデアは2012年にノーベル賞受賞者でマサチューセッツ工科大学教授のフランク・ウィルチェックにより最初に記述された。後により緻密な定義を作成した。これらは、 平行状態で存在できないことが証明された。次に2014年に、クラックフのヤグエウオ大学のクシシュトフサッシ者は、周期駆動の多体系における離散時間結晶の振る舞いを予測した。2016年、カリフォルニア大学バークレー校のノーマンヤオラは、スピン系において、時間結晶を作り出すという別の手法を提案した。それより、クロストファー・モンローとミハイル・ルキンは、独立に、 自身の研究室でこれを確認した。どちらの実験も2017年にネイチャーで発表された。ノーベル賞受賞者のフランク・ビル・チェック、空間時間結晶の着想は2012年に MIT の教授であり、ノーベル賞受賞者であるフランク・ビル・チェックにより最初に提出された。2013年、カリフォルニア大学バークレー校のナノエンジニアである、 シャンちゃんと彼のチームは常に回転し続ける帯電したイオンの形態で時間結晶を作ることを提案した。ビルシェックとチャンに応じてフランスグルノーブルにある欧州シンクロトロン放社交施設の理論家パトリック・ブルーノは2013年に空間時間結晶が不可能であることを示すいくつかの論文を発表した。また、後に東京大学の押川正拓は時間結晶は 規定状態では不可能であろうことを示した。さらに彼はあらゆる物質がその規定状態では非平行状態に存在することができないことを案に含んでいた。その後の研究により時間平身対称性の破れのより正確な定義が進展し、これは最終的に平行状態の量子時間結晶は不可能であるというのをご証明につながった。 平行が成立しないという主張を交わす時間結晶を実現するものが後にいくつか提案された。クラックフのヤギエボ大学のクシシュトフ冊社は周期的に駆動される極低音源子系の離散時間結晶の振る舞いを予測した。後に行われた研究では周期的に駆動される量子スピン系が同様の振る舞いを示すことが示唆されている。 バークレーのノーマンヤオは時間結晶の異なるモデルを研究した。ヤオの青写真はハーバード大学のミハイル・ルキンのグループとメリーランド大学のクリストファー・モンローのグループの2つのグループにうまく使用された。自然界における対称性は保存則に直接つながる。これはネーターの定理により精密に定式化されている。時間平身対称性の基本的な考え方は 時間の平身は、物理法則には何の影響も及ぼさない、すなわち今適用される、自然法則は過去でも同じであり、今後も同じであるだろうということである。この対称性は、エネルギー保存を意味している。図に、普通の家庭と、ウムクラップ家庭。N 家庭は全炎の運動量を保存するが、U 家庭は炎の運動量を変化させる。通常の結晶は、 壊れた、平身対称性を示す。それらは、空間的に繰り返しパターンを持ち、任意の平身もしくは回転の下では、普遍ではない。物理法則は、任意の平身や回転により変化しないが、結晶の原子を固定すると結晶中の電子や、その他の粒子の力学は、それが結晶に対して、どのように動くかに依存し、粒子の運動量は結晶の原子と、 相互作用することで変わることができる。しかし、義運動量は完全結晶内で保存されている。時間結晶は時間平身対称性を破り、時間的に繰り返しパターンを持つようである。場もしくは粒子は空間結晶と相互作用することで運動量を変えることができるように、時間結晶と相互作用することでエネルギーを変化させることがある。時間結晶は 熱力学の法則には逆らわない。全体の形のエネルギーが保存されているのでそのような結晶は自発的に熱エネルギーを機械的な仕事に変換することはなく仕事の永久保存としては役に立たない。しかし形が維持されている限り時間の固定されたパターンで永久に変化することがある。それらはエネルギーなしの動きを持っている。熱平行において 時間結晶は存在しないことが証明されている。近年、非平行量揺裏ぎの研究が増えている。2016年10月、メリーランド大学のクリストファー・モンローは、世界で初めて、離散時間結晶を作成したと主張した。ヤオウの提案から得たアイデアを使い、彼のチームは、ラジオ周波数電磁場により閉じ込められた、パウルトラップに 171UB の鎖をトラップした。 二つのスピン状態のうち一つは一体のレーザービームにより選択された。誤った高周波数での過剰なエネルギーを避けるためにトゥーキー、窓を使い、音響光学変調器により制御される形状のパルスをレーザーに与えた。このセットアップにおける二つの超微細電子状態、2ゲス1、2、Ki イコール0、MF イコール0と Ki イコール1、 MF イコール0は 12.642831GHz 離れた非常に近いエネルギー順位を有する。10個のドップラー冷却されたイオンを 0.025mm の長さの線に配置し、互いに相互作用を持たせた。研究者らはドライブの分数超波振動を観測した。この実験は時間結晶は接動されても振動周波数は変化しないままであるという。 時間結晶の合成を示した。すなわちそれ自身の周波数を得て、それに応じて振動したということである。しかし振動の接動もしくは、周波数が強すぎると時間結晶は、誘拐してそれ自身の振動を失い、誘導周波数で動いたのと同じ状態に戻る。同年、ハーバード大学のミハイル・ルキンも、駆動時間結晶の作成を報告した。彼のグループは、 強い双極子、双極子カップリングと比較的長寿命のスピンコヒーレンスを有する高濃度の窒素空港中心がドープされたダイヤモンド結晶を用いた。この強く相互作用する双極子スピン系をマイクロ波状で駆動し、光学上でアンサンブルスピン状態を読み出すことにより、スピン変極がマイクロ波動の半分の周波数で発展したことが観察された。 発信は100サイクル以上持続した。この駆動周波数に対する分数調和応答は、時間結晶秩序のサインとみなされている。クーリアグラフッククリスタルと呼ばれる、似た考えが提案されている。ありがとうございます。